こんにちは、いつもありがとうございます。ワルソネコのコペです。どうもお世話になります、ワルソネコのタックスです。最近ね、ドール関係にセリアさん力入ってるじゃないですか。なんかね、あの自分でそのドールヘッド描く分とか、そう、服とか作る分のちっちゃいパーツとかも充実してきて、あのこの前紹介しました、ね、あと縫い活とかそういうの分が、そういうのもあるでしょ。そんな中でまたやってくれました、6分の1サイズ、そしてミディブライス、あのね、ハンガーラックが出たんですね。そう、110円やで。そう、そしてハンガーね、あ、ハンガーもね、それそう、これね9本もついてるんですね、うん、で、あと S 字フック使い方、これ面白いよな。そう、だからこれをとりあえず買ってきました、とりあえずごちゃごちゃと見ていこうか。はい、よろしくお願いします。お願いします。というわけで買ってきたのが、まずこちらがハンガーですね。2色あります。これだけじゃないよ。そう、これそしてハンガーラック、でこれだけ重いやろ。ほんだらね、ちゃんとミディブライスサイズの、そう、ハンガーラックがね、本当に高さ違いで2つあるっていうのがすごく大きくて、で茶色と白やから、なんか好みで分けられるじゃないですか。そうそうそう、だからもうこれ本当に使い勝手いいなということで、今回その茶色ばっかり組み立てるけど、はい、これね、あの要は何よ、ハンガー2色買ったんよ、はい、でハンガーラック L と M かな、はい、L と M で、 L がなんか多分うちでも昔作ってたサイズに近い感じの高さで、はい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 、で M サイズの方はもう少し身長が低い、20センチ級から、うん、もうそれこそあのネンドロイドドールぐらいまで幅広くカバーできるかなという、まあ、そういう感じでしたね、うん、だからこれね、あの各サイズ2色ずつ買ったんよ、はい、あの660円で。そうですね、安いよな。もうこんな安さで手に入るんやったら作らんでええわとか言いながら帰ってきたんですよね。そうそう、660円だ、ちょっと安いとこで家族3人分の肉うどんの材料買えるぐらいやで、ほんまに。わー、ほんまや。いや、マジで、うん、もうそれぐらいの価格でね。ちょっと肉うどん安すぎるなちょっと安すぎるな、うん、そうやね、肉の量が少ないね、肉の量少ないね、うんうん、あの野菜も入ってないの、これでは。まあね、まあでも今こんな感じでね、組み立てていくとか、まあその切り離していくいう感じなんやけど、うん、まあニッパーがあったら楽かな。その方が綺麗に切れるし、うん、やっぱりね、あのもしね、これね、バリがあったらね、服とか引っ掛けたらちょっとあれやから、そう、まあ、できればニッパーで綺麗に切るか、その後やすってやれば、ちょっとどちらかですね、うん、まあ、やけど何よ、あの手でこうのかないわけじゃないんよ、うん、まあ、バキッといくも可能やけど、やっぱりこう服とか掛けるもんやから、バリがあったらちょっとね、ですね、まあ、こんな感じでかニッパーで一通り切っていくんですけど、うん、やけどね、これね、あのうちらもそのまあ12月の9日ぐらいから見出したんやけど、はい、こんなんあるんやってちょっと近く探したんよ、うん、ほんだらないないと。そう、うん、でハンガーは先に入ってたんですよ。そうそう、2色あったんよ。そうで、ハンガーだけ持ってか、ハンガーラックどこだどこだってから探して、でなんか探してもないなと思って、うん、これもうしゃーないから、うん、あのちょっとセリアの人に聞いてみようと、はい、でこれはなんでか言ったら、俺ちょっと前にな、セリアである商品が欲しかって、うん、それがなかったんよ、はい、でこれどうやったら買えるんや思って、いろいろネットで調べたら、はい、セリアって注文できるよって言われたんよ。あ、そうそう、そう、ほんでその注文できんのと思って、そう、でそのやり方もちょっと今回説明しましょうか。はい、で注文するときなんですけど、うん、バーコードの番号があったらすごくスムーズというのを伺いまして、そう、これで俺ね、バーコードの番号ほーと思ったら、はい、結構ね、あのツイッターとか見たらそれがあんのよ、うん、ほんだらツイッターの方もその何を、優しい人多くて、はい、このバーコードの番号で注文できるよから、はい、この画像を持ってってっていうのが書いてもがあったから、はいはい、え、こんなんできるんや思ったんや。そうやね、だそれはハンガーやったんや、うんうん、いや、ハンガー持っとるかなと、はい、でいろいろネットを見よったら、はい、あの何を売ってる人がおったんや、それを。あ、もう早速ね、まあ薄利多売というか、うん、まあ、そういうのをやってる方がおられて、はい、でまあ、いや、これ買ったらハンガーラック2個で900円も取られて、それはちょっとたまらんなと、うん、でまあ、でもそこにバーコードの番号あったから、はい、じゃあこれ控えて持ってって向こうで注文してやれということで。そうですね、もうそれで持って行って、これ注文できますかって言ったら、そう、まだちょっと入荷前なので、そう、そしたらなんか来たらすぐ連絡しますよっていうことで、うん、それでもうなんか注文通りまして。やけどこれあれなんよ、うん、あのたまたまその時入荷前やから注文というかならんかったや、うん、はいはい、要は来たら連絡しますようになったんよ、うん、あ、これ電話かけてきてくれるんよ。そう、ありがたい。でここでちょっとまあいろいろあると思うんやけど、はい、あの入荷予定がないとこやったら、うん、ちょっと日にちがかかるかもしれんって言われた。あ、それはあるでしょうね、うん、なんかもうとにかくそのバーコード持って行ってたおかげで、そう、ものすごくスムーズにもう話が通って、そうそう、だから初め向こうですみません、これ注文できますかって言って、あ、商品名とバーコード分かりますかって言われたんやで、うん、あ、それはねっていうことになるやん普通やったら、はいはい、でもバーコードあるったから早かったんよ。あっという間でしたね。そう、なんかそれがなかったらやっぱり商品が膨大やから探すのに手間がかかるんでしょうね。まあ、あんとこれやから、ここビニールがあってな、ここキュッとしたら止まる分やから、なんのこっちゃやんまあそうですね、あのうちがこの前ここでこうてな、体服あれ気持ちよかったの、そのたわしってくる、わからんとかいうなるやん分からん、うん、
大体何をあのキュキュッとこしたようのこべ、あ、激落ちくんねって言ったら分かるのあるけどいやいやいや、そうじゃないやん。いや、そのノーヒントいかんって。そうそうそう、まあ、だからあのもし注文される方は今表示してますこちらのバーコードできたらもうスクショなりなんなりしてお持ちいただけたらと思います。そうやね、まあ、だけ今バーコードをそのまず1枚ハンガーの方出しますね。はい、うん、この番号を控えてくれたらいいけど、まあスクショしとったらもう間違いないですね。間違いないかな。でもう同じバーコードで白とブラウンがありますので、あります、もうそれはなんかあの希望が通るかどうかはまあちょっとまあ聞いてみてっていう感じですね、うん、で次もう一個バーコード出します。これ2つ同時に出てますけど、これがハンガーラック、はい、でハンガーラックは気をつけないかんのがあの大きいのとちっこいの、はい、まあ、簡単に言えばミディサイズとあのブライスサイズと思ったらネオね。そうですね、それぐらいのサイズ感だと思ってください、うん、でまあお好みの方というか必要な方を注文してください。で次ハンガーラックなんですけど、はい、こちらはもうなんかニッパーとか全く必要ありません。これね、俺なんか組み立てがあるか思ったんや、はい、まあ、組み立てあるんはあるんやけど、うん、あれよ、あのスノコをはめるだけいう感じ。そう、もうなんか要は折りたたみに近い感じですね、うん、でもうこれ開けてスノコをセットするだけでが上がりなので、うん、まあ、これ簡単なのですぐ仕上げていきます。まあ道具いらんっていうのよね。あと接着剤とかないや、うん、ああそうですね。あとこれあれやな、あの片付けれるってすごいよな。あ、そう、畳んで片付けできるってやっぱりすごいなと思いますね。でもこう開いて、うん、スノコを置いてなんですけど、これもね、スノコなんか今何を、これはパチンっていう感じな。一切パチンもなくて、はい、乗っかってるだけなんですね。はあ、え、溝があんの。溝があるのでそこに引っ掛けて乗っかってるっていう感じで、あ、今指でやってるとこ、はい、もうこれが両方になんか溝があるので、はいはい、これもなんか結構緩めなんです。あ、じゃあ本当乗ってるだけいう感じなの。乗ってるだけ。へえ。だからあのこれはめておけば普通に置いてる時にわーって広がっていくとかいうのはないんですけど、うんうんうん、あのこのまま持ち運びしてたら持ってる場所によってはこれが外れてガシャンってなるかもしれない。なるほど、板がポンと、そう、あのポインってなる可能性はあるので、うん、あー、でもすごいよなこれ、ね、これでハンガーかけていけばすごくかけやすかったです。まあな、これかけにかかったらもう元も子もないですねかけるたびに向こうにくるんと一回転して飛んでいきますってのはどういうゲームやねんっていうのがいやいや、まあ、これから置いてるときにハンガーのサイズがいろいろあるのが多分見えると思うんですけど。そうやね、なんかむちゃくちゃ横長の分が着物用みたいなサイズがあるけど、あれもまた使い方面白いよな。そう、あれがね、あのハンガーのセットの取っ手の部分をそのまま使ってるっていうのがまた面白かったりするんですよね。あ、これがこんな風に、はい、あのね、このハンガーのこのダイヤ型の穴のところに S 字フックがかかるんですね。あ、ニッパーの分でさっき説明してなかったね、はい、あのあんのよ。そう、この S 字フック4つあって、うん、これ4つともこの大きいやつにかけてもいいし、はい、他のハンガーをなんかこう S 字フックで縦につなぐとかいろんなことできるんですけど。そうやね、あの十字のみたいになって飾っていくみたい。そう、でもこれここに本棚つけれることは、これであのカバンとかを吊るすことができるわけですね。あ、なるほど。もう本当にもう何から何まで全部ここで管理できるっていうのが。そうやね、あのスノコのとこなんか靴とか置けるしね。そうなんです。でまあこれで部屋の方に移動してみました、はい、ネオブライスと並んだ時のサイズ感っていうのがすごくわかると思うんですけど。そうやね、案外何よ、あのブライスが横に来ても、どういったのほっぺたより下ぐらい。そうですね、だからなんか変になんか引きずったりとかもないし、ちょうどいい高さやなっていうのは印象ありますね、うん、あ、でもドレスとかやったらちょっと当たるかな。最初からお引きずりのあるやつはいかんですよ。うん、でも大体のワンピースこれいけるなっていう感じがありました。はいはいはい、ちょっと長めの分でもどうにかいけますね、うん。ちょっと何よ、ラックの話はちょっとハンガー単品の説明しようか。です、ね、あの何種類かあるやん。そうなんです、これね、あのその S 字フックがかかるやつも当然一つあるんですけど、はい、大小あって。あ、そうやね、右斜め上の分とか。はい、右斜め上が普通の大サイズ、これが3ついてます、はいはいはい、3っていうのはあれは何の、3ずつついてんの。そう、あの大小普通のやつが3ずつ。はい、で下側のなんかちょっと肩のところフックみたいになってるやつ。あ、あれじゃあ紐の分がかけれるん。そうそう、あの肩が紐のやつとかすぐ落ちるじゃないですか、つるんで、はい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 、それを防いでるやつが大小1ずつついてるっていう。あ、じゃあこれ9本ついてたんか。9本もついてるんです。お、9本100円でくれるわけですよ。すごいな。でもそしておまけのフックは4つということで。そうなんです、もうこれすごい使い勝手いいですよね。せっかくなのでそれぞれのハンガーに合った感じの服をかけてみました。はいはい、まずはこれいろいろかけとるけど、あ、なるほど、はい、あのカバンをかけるってはこういう風に。そうですね、だからあの肩紐のついてるバッグとかは特にかけやすいと思います、うん、まあちょっとあの各ハンガーごとにちょっといきましょうか。はい、まず基本のハンガーにかけたものになりますね、はい、左側がフェブルケーキ&シュリンキングアリスのワンピース。あ、じゃあミディブライスの、ミディブライスのワンピースです。あ、そっか、ハンガーどっちかといえば共用に近いよな。
そうですね、だから服によって使い分けっていうところにはなってくるんですけど。なるほど、あの丈の短いやつやったら低い方のハンガーラックだけでも OK や。全然いけるんです。あ、じゃあミディのハンガーだけこうやっても、うん、ネオの分の服としても使うことは可能や。ちょっと低い高いで。そうだからなんか長いから逆になんか使いやすい時も出てくると思うんですね。はい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 。だからドールごとになんかこう交換して使うこともいいし、うん、それを全部そこに使ってしまうのもありなんですね。で右側はラブリーキャサリンズコーナーのカーデガンなんですけど。お、じゃあキャサリンコーナーの一角をこれをまた締めることが可能になるということで。そうですね、だから首周りが大きく開いてないハンガーは余裕でいけるっていう感じですよね。え、肩口とかこれはどんなきつい感じな、なんかギュッと入れないかんとか、もう余裕があんの？あのつるっとしてるからなんかスッと入りますし。そうなんや、うん、まあ、基本なんかドールってなんか後ろの空きとか大きかったりしますから、それでまあ止めてしまえば全然落ちることないなっていう感じで。たまになんか海外で売っとる分の激安のハンガーとかめちゃくちゃ横長いんがあるんやって、うん、あと真ん中のところにボコッと装飾がついてるとか、そういうのが邪魔になったりとか、そういうの一切ありません。ないね。もうフラットですごい使いやすいです。はいはい。じゃあ次は引っ掛けがあるやつよ。はい、今度は肩周りが大きく開いてるワンピース、用意してみました。左側がリラックマの、はい、リラックマスーパースターズですね、はいはい、そして右側がハローアゲンジュニムニキューティーです。あ、なんか懐かしくなるなこれ見よったら。これね、あの肩のなんかちょっと前の感じがするけど、うん、結構古くなっとるよな今となっては。あそっか、もう何年か経ちますからね。そうそう、もうとにかくこの服両方の共通点って、うん、あの肩のところが大きく開いてパフスリーブになってるっていう。なってますね。だってもう透け取るから分かるものは、フックが効いてる感じが。そう、これねハンガーによってはつるんって落ちてしまうんですけど、あの、ね、どっちかね右か左に傾いてね抜けてしまうんよ。う、トゥーンっていくんですけど、 それがやっぱりこの出っ張りのおかげで防げるっていう。ああ、ええね。やっぱりハンガー選んでしまう服って時々ありますんで。あとはもうあの手ぐすの肩紐の子たちね。はいはい、ほんまあるよな。あの何よ、バレリーナの服みたいなとか。そう、あとドレス系はちょっとは何、下の方引きずってしまうかと。あ、そういうのもありますけど、まあ、とにかくあの肩紐が落ちやすいとか、うん、肩のとこ大きく開いてるとかっていう時にこの2本はすごく重宝します。はいはい。そして最後に大きい分やね。はい、この S 字フックのところにカバンをかけていったら、はい、もうこれで全部ハンガーラックの中に小物も収まるっていうことになってきます。いけるよな。だからあと紙ゴムとか、あ、なるほど、そういうのもなくしやすいじゃないですか。その気になったらピアスのフックとかかけれる。あ、そっか、だってネックレスとか結構これええよ ね、うん、ですね。フックタイプのピアスはいけますね。いけるよな。そうなったらますます管理がしやすいかなっていうのはあります。結構なくしやすいからね。そうですね。でブライスの場合は頭大きいから帽子だけは特大やないですか。あ、もうこれに関してはもうハンガーラックの横のところに引っ掛けるしかないんかなっていうところは。まあでもちょっとハンガーラックがちょっとなんかひっくり返りそうになるからね。本当でかいから、うん、もうそこはちょっとしょうがないかなっていうところはあるんですけど、それ以外はもう大体収められるよっていうところになりますね、うん、というわけで改めてハンガーラックの方に戻ってきました。あ、ネオサイズとミディサイズ。でもこれあれやね、はい、あのミディサイズって買ったんやけど、はい、別にあそこネオの服つっても。あ、そうですね、わけ T シャツいっぱいつるとか。そうそうそう、そういうのも面白いと思います。え、でも T シャツつるって言ったらハンガーがちょっと数がいるやん。あ、高いよ、うん、ジュニームーンのあのアクリルハンガーとかそんなシャツいっぱい買ってたら。いやいや、あのセリアさんで買ったら、うん、9本で110円ですから。え、いくらなんですかっていうのも110円やけど。安いってなってくるやつじゃないですか。いやこれ相当安いで。そう、だからカバンでもなんかあの大きいものとかは下のスノコのとこ置けますし。あ、そうやね、うん、もう本当にこう1人分の衣装セットが全部ここに収めるとか、うん、全然可能やと思うんですね。確かにいけるわな、ね、だって何よ、あのミニチュアで段ボール作る分とかあるやん、はいはい、あれとかも置けるしね。そう、だから私最初ラブリーキャサリンズコーナーの服全部入れてみたんですよ。お、はいはい、うん、そしてあえてペチコートとかもあるじゃないですか。ありますね。あれも小さいハンガーとかで十分引っかかって、うん、であれって結構ボリュームある服やから、はいはい、それがなんかパンパンに収まったみたいになって。なるほど、全然これはありだなと。服いっぱい持ってる方やったらこれで飾るとかいうのも面白いし、まあね、これまでなんかそのハンガーとハンガーラックのセットって欲しいけどなんか売ってるのお高いなとか思ってた方が、まあ、ちょっとうちも作ってるんで申し訳ありませんとしか。申し訳ないですけどこれやったら気軽に始められるなっていう。いやだって何よ、小銭で買えるってすごいよな。すごい、うん、もうこれだけは真似できない。なあ、最近100均行ったんやけど、うん、はい、セルフレジがあってこれびっくりしたんやって。 あれ楽しいですよね。セルフレジに行ったら、うん、あの何クレカとか、うん、あの何ポイントの分使えるんやって。 ID 使えるんですよね。そう、あの D ポイントみたいなやつとか、うん、すごいな思って。ほんで現金専用レジとセルフレジに分かれとって、はい、あ、こんな風になってるんや思って、うん、新しいところは違うなとか言って見てたんですよね、うん、まあでも今回660円でハンガーラック、はい、各色各サイズ、はい、そしてハンガーを各色、はい、買って660円やけど、はい、それでいけとるからもうね十分楽しめるというか。もうちょっともう何を、あの使ってないやつ袋にしまっとくかなぐらい買ってしまったけどそうですね、
これ本当に気軽にやれるなっていうのは思いましたね、うん、だからその一番初めにそのネットに上がった見たんが12月の9日ぐらいにもう見たから、うん、はい、それからもうだいぶ日にちが経っとるやん。そうですね、ほんでうちら住んどるとこ香川県やん、はい、そこで今日入ったんよそのハンガーラックが。でハンガーはちょっと前からあったんよ。そうだからやっぱり時間差ってあると思うんですね地域で。そうやな。だけどもう何よハンガーは結構全国にあるんかもな、うんうん、でハンガーに関してはキャンドゥさんでもあるっていう話も聞いたりとかして。あれだけどうかわからんのよ、うん、でもハンガーラックはセリアさんにしかないよとかないよっていう話があったよ。その辺ちょっとなんかどういう塩梅なんかよくわからんっていう。そうやね。だから地域によってこれから入荷するところと、うん、一旦品切れしているところとか本当いろいろやとは思うんですけど、これ気になる方はぜひセリアさんでチェックしてみていただけたらと思いますね。まあ、このメーカーというかその山田化学さんって、はい、あのこういう人形の小物とか、はい、なんかいっぱい作ってるやん。そうですね、うん、ちょっと前にタックスがあの塗装したやつとかもそうですよね。あミルクベだからこれも塗装したら綺麗なんで。そうやね。なんか好みの色に塗装するとかもありですよね。でもこのままでも使えるところがね。そうもう本当なんか低価格で本当いいですこれは。もう本当ありがとうございます、うん、もうねこういうのがどんどん増えてあのドル活がなんかこうすごく気軽にやれるっていうの嬉しいなっていうのは。アイテムが何を110円で買えるってすごいよ。昔探しまくって雑貨屋さんでこれ見てぴったりとか言って、うん、1500円とか2000円とかやったやん。そうやね、うん、それから見たらすごいで。そう、まあ、でもなんかセリアってでも全国にどこにでもあるかっていうとちょっと微妙なとこというか、うん、そうですね。前回のアミファさんのボタンとかの分も、はいはいはい、うちの近所のは置いてないんですとか、うん、あと近くにセリアさんないんですとかいうのはちょっと聞こえてたりしましたから、ね、うん、今回もやっぱりなかなか買いにくい方っていうのも出るかもしれないですけど、はいはい、もうお近くにある方はぜひチェックしてみてっていうところにはなりますね、うん、まあ、いっぺん探してみてね、うん、まあ、覗いてみてなかったらさっきのバーコードあれば注文することが可能なんで。そうですね。だからメーカー欠品とかになってなければ、うん、それなりのなんかペースで入るみたいなので、あのセリアに行ってくださいね。間違わんようにそこは、うんうん、そうやね。別の百均に行って買いなこれって言っても全然入ってこないですからね。 うちはダイソーですって言われたらあれってなるやんか。なんかごめんってなりますからね、うん、まあ、セリアで販売ということで、はい、まあ、うちらセリアで買って、うん、今日たまたま入荷やったんで連絡過ぎてすぐ買いに行きましたね、うん、そうですね。僕はこのワンピースがあの3枚とか4枚とか、はい、余裕でかかってる感じ見ていただけると思うんですけど、本当ちょうどいいというか。そうやね、うん、大きすぎないのもいいんだろうなっていうのは思いました。これはちょうどいいよな、うん、あの人形何をやり始めたばっかりでまだ人形2体あるかどうか、うん、で服だけちょっと中古で買いましたけど、こうやって飾っとったらすごい可愛いし綺麗なしね。うん、本当そうですね。まあ、でもこれね本当あの格安で始められるんで、まあ、皆さんもお近くにね、うん、そのまあ、あれば1回ちょっと覗いてみて、あったらハンガーぐらいそのかける用事なくてもちょっと触ったらおもろいよっていう。あ、そうですね。さっきあのコルクボードにピン止めでしてみたんですけど、はいはいはい、ああいう見せ方もちょっと面白かったりしますよね、まあ、できるわな、うん、だからハンガーの使い道って結構広いんやろなっていうのは思ったりします。確かにいろいろ使い方あるからな、ね、本当あのドールのワードローブってみんないろいろ考えてると思うんですけど、うん、その一つ選択肢になったかなと思います。そしたら今日はこの辺で、最後までお付き合いくださりありがとうございました。皆様のお役に立てればと思います。どうもありがとうございました。